どうも、トマッピーです。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方、チャンネル登録お願いします。取りづらい、お願いします。はい、今日なんですけど、こちらハレリアトーナメントセンター東京来てますね。本店、マジックザグザリング専門店です。営業時間、9時から23時、土日祝含む前日、年末年始 もう全部やってます。まあ、たまに違う時もある場合もあるんで、ツイッターもぜひフォローしていただいて欲しいんですけど、基本営業時間モンスター長い店の、入り口にはね、ちょっと最近リニューアルしたモンスターオリパコーナーがね、いらっしゃいませ。予約弱はいかがですか。どうも、店長。こうやって売ってるんですか、いつも。あの、新幹線のコーヒー売る人みたいな感じで。予約弱はいかがですか。ください、はい、あ、ご存知ですか、予約弱。してます、はい、僕が作りました。はい。これは要はオリパです。選べるオリパ。レリア名物。それにもう今回なんとレア新王2万円、レア 1万円のレア皇帝新登場したので激化してるね。もともと1000円、2000円、3000円、5000円とね、はい、あったんだけど1万円、2万円と。知ってます、私が命じました。これも喜ばれるだろうからやろうみたいな、はい、1000円、2000円、3000円、5000円で増やして全部喜ばれてたもんね。そうですね。そしたらその上も喜ばれる可能性があると。予算に合わせて、欲しいものに合わせて、そうご用意してます。ちょうどよかった。今日はこれをね、視察しに来ましたよ。あ、どうも。なので、言ってください。はい、どちらにしましょう。ちょっとね、模擬戦ガチ視察、総勢6種類。ちょっとね、このどれを買うかっていうのを選ぶ前に、はい、まあ、予算決めます。なかなかそんなに使う人いないと思うんだけど、はい、いろいろ見たいから今日は10万円の予算でね。お、10万円引いてみようかなと。はい、で10万円の予算でこう何が引きたいかなってリアルに考えるところからちょっとやっていこうかな。最低さ、商品を見ていきます。そう、はい、やっぱりこの選べるオリパだから、このその時々の選べる商品ラインナップが重要だと思うんだよね。じゃあ一番ちょっと高いのから見ていくか。レア新を何個使うか。まあ、10万円2万円でハズレが B 賞なわけじゃん。はい、ちょっと待って。まあまあ、あれら2枚組とかはさ、選びたい人選んでっていう、そんな2万もしないと思うけど、ウルザの物語4枚組とかさ、普通に2万円ぐらい、全部1万8000円ぐらい、2万満たないぐらいのカードが入ってるイメージです。ああ、じゃあ2万ぐらいのやつが選べるみたいな。そうですね。で、まあ、その2万ぐらいの中で、例えばこういう今活躍してる落浪の姿勢を4枚まとめて揃っちゃうとか、ウルザの物語4枚揃っちゃうっていう選択肢もありつつ、もうキングギドラ1枚とか S でアンシーの HP とかさ、ギタゴレジェンドブースターガイアーズクレイドル、ちょっと影になってるけど、例によってライオンザイダイモンドとか狙いつつ、ウルザの物語だってセールでも4380円だよ。で、週間販売数48点ってことは潜在的に4600円とかするカードじゃない。セールで売れすぎてるってこと。え、ウルザズレガシーの日本語パックって2万円しない？1万8000円。1万8000円だったわ。でも別に外れても、なんかこれ外れたくないな。外れるんだけど、それ B が一番多いんだけど、だ B に欲しいのがあるかだよな。俺最近ね、結構あのガチ統率者にハマりつつあるじゃん。俺いいです。ヨーグモスの石 SP とかいいんじゃない。レア新王ね、1回でいいかな。これやっぱ2万円だもんね。1回でいいですか。カード持ってるしな、これ別に。ちょっと特殊ケースだけど持ってるし、テンペストもサーガもミラージュも向いたことがあるっていう、はい、パーフェクトヒューマンみたいな客だった、このラインナップに関しては。1回試し引きね。でもあとにしよう。これ安い方からいいと思って。レア皇帝は1万円、1回1万円で、悪くてもここまで選べるんだよね。そうです。ちょっと当たりはすごいよ。当たりはフィール・オブ・フォーチューンとかモノリスとか1万円でね、4半日黒とかで、 A で適者製造天野リリアナ、レア新王2万円のやつのB ぐらいなんだね、このレア皇帝の部屋が。同じの入ってるな、本当にね。やっぱウルザーの物語2枚組が入ってるね。これオンスウェッチの SP とか欲しいかも、結構。そんなことだったら普通のやつは持ってるんだけど、全部その安いバージョンにしてさ、いいバージョン全部ハレリア送りにしちゃったからさ、以前に。はい、やっぱ統率者で1枚とかだったら、やっぱこの懐かしのバージョン使いたいなって思うから、普通のモダンレガシー用の4枚持ってるんだけど、統率者用の1枚オールっていうの持ってなくて、はい、フェッチランドの統率者用のその、ね、5枚目9枚目っていうのが持ってないんだよね。普通になんかこれ模擬戦だから視察のためのもらえないのが悔しいんだけど、はい、普通に欲しいもんな。まあ、これはレア工程は3発いってもいいかな。まあ、1万円3回大勝負、はい、これ5発いってもいいかな。工程5発いこう。じゃあレア新王1発とレア工程、ここまでで7万円でしょ。そしたらレア竜王この5000円でダークスティールのパック引けるの。結構レアだよこれ。普通にハレリアでよく在庫切れてるぐらいの存在、ダークスティールは。これやばいよ、未来予知とかね。
すごいかっこいいから入ってます。何これ何これ、シークレットレイヤー版のトロフィー、やば。今シークレットレイヤーすごいユニークなフレームのカードが多いので、これはすごいね、これ欲しいわ。どのカードゲームよりも柔軟になったね、あれマジックってこの数年の間に。これ欲しい欲しい。じゃあこれ1個竜王を2回か、そうするとあと2万円でしょ。はい、じゃあこれはもう見ないでやってから選ぼう、模擬戦だけど。じゃあじゃあレアクジャックからいきましょう。レアクジャック5回、5回。これをレジに持っていけばいいんだね、本当は。本当はここでやるんじゃなくて、これをレジに持ってってお買い上げくださいと。店舗によって違うのかな、すいませんっていう店舗もあると思うね、これ貼るよ。はい、行きましょう。じゃあ5回いくよ。はい、はい、さあ5回、はい、行きます。5回、狙うは S、 もちろんこのね、ちょっとどんな、あ、B だ。どんなレアが入って、それももう再録されました。いいのこれ。昔高かったですけどね。結構いいの入ってて、やっぱさ、最近のさ、ハズレレアってさ、夢があることが多いよね。未来予知なんて、フィーチャーサイトもそうですね。いいカードよ、結構。これも再録される前、結構今でも統率されて使いますしね。はい、B でした。はい、B でした。行きます。ドドン、B。新我らのテズレット出たぜ。お、おめでとうございます。大丈夫です、180円ぐらいです、おまけ枠から。結構これさ、50円レアだけじゃなくてたまにいいの出るよね。ちょっと入ってます。そんな生態もちょっといいはずです。拡張のゴジラじゃん。ゴジラコラボデストロイヤーいいじゃん。テズレットいいじゃん。これ俺これ似てるって言われたわ、結構。どう、今前髪あるからな。前髪ない時、坊主の時とか似てるから。はい、 B ショー、はい、B しか出ないやん、この店の。待ってください。え、そんなことないですよ。B しか出ない。やめてくださいよ。まあ、B が一番多いんだけど。はいはいはい。最近のね。レア。ドン。お。B じゃん。B 賞です。おめでとうございます。ありがとうございます。さ。いや、 B しか出ないね。はい、B 賞でした。これは引き悪いな、ちょっとさすがに。はい。ラッキーでしたね。はい、なんか全部 B 引いたらなんかくんないの、これよく聞かれると思うんだけど、お客さんに。いや、あんま聞かれない。聞かれない。ちなみに10連続 B だったらなんかくださいみたいな。はい、アボシャン大好き、懐かしい。歳質はいい、これいいカードじゃん、結構スタンで使われた。まあでも逃走体制抜かれすぎてたな。はい、じゃあ次行こう。じゃあ B5、 B5、 なんか選ぼうとるやつ、はい、B5 個だったら俺これがいいよ。ストリックスヘイブンのセットブースター2パックセット、まあ、これとかさ、あとさ、この高卒者用の5枚目のカードが欲しいんだよな。これ、下船の教師とか使う可能性あるよね、これ。まあ、なんか特別なバージョンだけど、これとか。あとこれタイタン、タイタン使う可能性あるでしょ、タイタン。タイタン禁止じゃん。あ、タイタン禁止。タイタンは禁止。じゃあ、いらない。アンフいいね。これ、高卒者線使うわ。はい、じゃあ、レアクジャク、B 賞5回、こんな感じで選びました。これは5000円でこれいるかって言われたら進んではいらないけど、まあ全部外れでこれがもらえるんだったら全然良かったかなって思えるけど、全部外れだからな、外れしか入ってないんじゃん。いや、そんなことないですよ。あとまあ B 賞でちょっとアンラッキーだった時はやっぱパックがまだあるんで、パックはチャンスありますよね。まあ確かに、でも俺に関しては確率知ってるから、そんなアコギな商売はしない、リピーター大切みたいな考えだから分かってるんだけど。違う違う、お客さんの気持ちになって聞いてるのよ、今日は。スーパーレアクジャック3回、はい、はい、これ一番前とか一番後ろから引くと仕込みかって思われるから、この辺から適当に取るね。はい、そこら辺の配慮できますんで僕。はい、いきます。ドン、ほら B、 いいしょ、オール B カモン。これ中身結構、これいいよ、いいやつだよこれ、いいカードマジで。あ、いいカード、いいカード、リミテッドか。あ、服用の接近じゃん、すげえ。勝ち手段、2回打つと勝ちっていう。ターボ服用とかないかな、1ターン目2発って勝つみたいな。何が悲しくてそんなことしなきゃいけない。 B、 よし、お、よし、この動画で俺は B を全部引く。まあでも B でもこれぐらいもらえますよっていうのは見せれるからね、ある意味ね。選べるなかなかとしてレアクジャクは人気をいただいてるので、 B に欲しいのある時はローリスク、もうめっちゃハイリターンだよね、ハイリターン時々。あ、 B、 よし、8連勝おめでとうございます。8連勝、結構この B の結構確率を超越しているわけです。はい、さすがにちょっと8回連続 B はしょげるな、しょげるけど、ある意味大記録を打ち立てる可能性が。え、全然これだって統率者レジェンズ3パックセットって普通に2000円超えてるんだけど、まあ、3パックあるちょうどドラフトができます。ドラフトできるね、これのドラフト結構流行ったよね。いや、結構人気あります。
え、これ選ぶよ、これ高いだったらこれ選ぶでしょ。これと、これじゃない、さすがにこれフィニストラード真夜中のカリコレクターブースター、こっちの方がいいかな。ストリックスヘイブン、かわいい、このパッケージがかわいいからこのままコレクションとして取っとくのもあり。あ、シアン使える、そうそうそう、シアン使います。あ、これでいいや、じゃあおしゃれだ、シアン。これ不死鳥ね、3000、はい、3回3回、絶対端からは引かないから俺。、はい、やらせようと思うけど、この辺から適当にぶっ込む。その結果 B ラッシュしてんだよね。端っこに仕込みがあるか検証してみるか。はい、 B、 はい、え、また同じじゃんこれ。エンバレス上嬉しい、これ嬉しくない、結構な、なんなんこれ。偏りやば、何が、え、嘘でしょ、ギデオン、ギデオンも出ます、安いですよ、安い、はい、安いスタンダードで活躍してましたけど、ね、新ワリアのギデオン、今いいカード出るな。さあ、無欲の勝利、ほい、あ、A、A か、まあ、S は滅多に出ないからな。あ、9連か、10連の、ね、10連の大台いかなかったね、残念、はい、A 以上、セレンディブのイフリートとか魅力的な、ネビニラルの円盤とか魅力的なカードがいっぱい入ってる、安いんだろうけど、はい、あー、B、 B じゃん、てことで、A、B、B、 はい、あ、オボシュだ、フェザー、 B2 枚でしょ、え、3000円でリシャーダンになってもらえるの外れて、マジ、ちょっとハレリアで調べて選ぼう、高い、これリシャーダンの港、ちなみに販売3200円だから外れたのにお得現象が発生してる、いい数だからこれもらおう、はい、店長どれが高いですか、これ一応多分一番高いの、うん、これは高いと思います。カーンは多分ちょっと安いと思います。タクロの姿勢も今すごい人気で、まあ、4000円ぐらいします、ね、カーンちょっと安い、まあこれかな、やっぱ統率者専用にちょっと9枚目が欲しいからこれかな、はいはい、ありがとうございます。9000円でこんな感じだった、これは、ね、これいいですね、9000円、レア不死鳥に関しては引いてよかったっていう結果だね。はい、じゃああと8万円分、大物いきますか、レア竜王5000円、じゃあレア竜王いきますか、これは何回だったっけ、じゃあこれじゃ1回、4回、4回、8万ですね、はい、4回お願いします、じゃあ4回いきます、また端っこは回避しながらのこんな感じで、はい、パツッと、さあもう行こう、当たり系だけ行こう、ドドンと大勝負、 B、 B、 このこの中にいいレア入ってるのはもうちょっと見てたら聞いてないか、 B、 B、 きついなこれ、おお、あーこれ、ね、あるんだよねこれね、どっち向きか分かんないんだね、違うぞ、おってなった、サンドされてるからどっち向きか分かんないんだね、はい、残念、B 賞、はい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 、おめでとうございます、 B 賞4つ、じゃああれこれ入ってないじゃんの、はい、ちょっと見ちゃおうか、入ってないじゃんの、はい、ちょっとお客様困りますよ、あ、そうか、今日お客さんの設定だったからこんなことできないか、あ、A、 A 入ってたわ、たたいきなり1個見たら引き運悪、え、B でタルモコイフ選べるの、スカルディングターンとミスティレインフォレスト、この辺の青絡み高額チランド、そうか、4500円で確かにさ、残りのレアつけると5000円ぐらいだもんね、本当にね、5000円超えだもんね、動画用にダークスティールの日本語かな、これガチでまだ向いてないじゃん、向いてないです、どうですか、これだったらホイール入れるとすごいですよ、サンダーの方級とか、はい、これ多分それてるからホイールような感じ、そんなちょっと経年劣化、経年劣化、はい、ただ逆反りしてるからね、まずホイールのされ方と逆に反れてるから、で逆向き入ってる可能性ある、多分、じゃあ、レア理由をこんな感じで選びました、はい、統率者&開封エンジョイということで、次行きましょう、残すは2つですね、レア工程4回、レアシーンは1回と、ここまでまだ S は出てないし、 A は1回しか出てないし、相当相当引き弱です、これは一番前から引いてみる、ちょっと検証的にね、仕込んであるんじゃないか、でもさ、そんなわけないよな、だって俺が来る前にさ、お客さんさ、買ってさ、一番前から素直に取ろうって言ったらさ、普通に出ちゃうしね、普通にそれは仕込みの話ですから、仕込むわけないんだよ、こんな仕込むわけはまあないです、はい、俺だって、まず今日ここ掘るって言ってないし、まずこの企画言ってないし、今日なんかもう一本撮りたいな、売上報告のついでにで、これやってるからね、バラしちゃうんですね、はい、なのでもうもちろん仕込んではないです、もう一個体格に合った案が、その店長が社長にハレリアのダメ出しをめっちゃするっていう、で全部受けるカード屋社長みたいな、店長のクレームを全部受けきるカード屋社長みたいな動画だったんだけど、まあ最近そんなにトークが求められてない気がする、それはじゃあコメント欄でもやりたい、見たいって言われたら、見たいっていう人はちょっと言ってください、じゃあはい、いきます、出ました、エンバーワイルドの隊長、それで緑枠が気持ち悪いです、正直、
ー賞。ああ緑枠気持ち悪い。これそれぞれね、ラインナップごとに枠が変わってるんですよね。そうですね。はい、A、お、A、よしよしよし、1万円のやつで A 引いた、でかい。これはいいんじゃないですか。これでかい。 B、 B、 あ、裏も緑枠。ほい、あー、B、 1つ A 賞ですね。あ、1つ A 引けばいいな。ちなみに端っこ見てみよう、端っこ見があったんでしょうか。全然 B でしたね。はい、全然 B でした。オプション1つ、ほい、全然 B でした、はい、B 引くな、 B 引く能力高いな俺。A、 1万円だもんね。この下のやつには使えないからね。アライアンスのパックとかいいけど、なかなか B で。ちょっとやっぱあれかな、パールのモックスとかいいかな。これ統率者は使える？パールモックスは使えます。特にこれっていうのがないから、ちょっと一発狙っていこうかな。オンスロートでちょっとフォルテッドデルタのホイールでも狙おうかな。いやでも選べないな、これ実際1万円で買ってたらなかなか選べないな。俺現実的になんか使えそうなカード選んじゃうな、これ。ダブルチャンス、いやでも相当ね、マジックの絶版パックっていうのは抜いて勝てる可能性はね、やっぱ低いからね。アドトリアやる可能性は低い。歴史がやっぱりそれ自体のコレクション価値が高いかなって考えると、まあ確かにね、マナドレインのホイールとかなんかプレゼントにいいかも、これ。あとまあシリアナかな、これもプレゼント用かな。顔隠れてるけど。あと A が1枚か。あと A が1枚ですね。まあ丸く7クリップとしました。はい、はい、この4枚になりました。4万円で、はい、ありがとうございます。あ、やっぱ S 引かないとおっしゃーってなんないけど、はい、S 引かなくてもまあ納得の、大体その金額で買って悔いはないって選べるしみたいな内容になるから、まあランダム性と夢のあるお買い物みたいな感じだね。欲しいのが B にあるときは本当に板だよね。はい、はい、来た。最後のレア信用いきますか。レア信用ね。これちなみにまだ誰も買ってないです。この手であれなんですけど、昨日の夜ぐらいに発売開始して。マジ後ろ向いて撮ろう。なんか S 賞を引いたときにさ、やらせだと思われるな。だから後ろ向いて撮るって入念な YouTuber。 いきます、これで。はい、もう行こう、侍、はい、行きましょう。侍のこと。はい、はい、B、 はい、B 賞。ありがとうございます。あんまり開けるフォームはやっぱり関係ないね。どうもない。はい、レアシーンを残念ながら2枚 B 賞でした。一発勝負。いやでもまあこれかな。卓上4枚目ですか。いや、このパワーコピーアーティアットかな。これのドイツ語クロアキー MP ボロいな実際。まあでも統率者用に買うってなったら高いしね。ドイツ語でもいいかな、なんかおしゃれだし。はい、ということでレアクジャクシリーズこんな感じです。基本緩やか、たまに S でドッパーうおってなります。あ、やっぱりそんなに S はポイポイ出るもんじゃないので、うん、基本まあお得で、ちょっとお得で楽しいみたいな感じで B がメインで、まあ A ちょっと少なかったけど、今日 A がたまに出て S が本当にたまに出るみたいな感じでね。 B とか A に欲しいのがあるとすごくいい感じの商品で、長年人気を得てます。商品はもうしょっちゅう入れ替えしてるので、もう来店したらぜひ毎回見るぐらいの気持ちで、あ、B 賞にちょっと前から欲しかったことあるってなったらぜひチャレンジしてください。やっぱお得さで言うと安いやつの方が金額的なお得さは出てるね。やっぱり B 賞でその金額以上のものって何種類かあったりとか、はい、なんだろう、物の質で言うと高い方がいいよね。この間違いないラインナップがさ、 S、A、B どれもなんか結構かなり有料なさ、需要が高いものが入ってるもんね。うん、今欲しいカードに合わせて選んでもらうのがいいような気がしますね。まあ、あとはだからセーフな安心くじみたいな感じだよね、これとかだったらね。まあその分その当選率はね、こんな別に5回に1回出るとかそんなんじゃないんだけど、名前にしか出ないんだけど、まあ面白いね。このあとこの6種類のねレース、どの子たちが生き残っていくのかっていうのもちょっとご注目いただきつつ、まあ今日はね、俺やってみた感想はあれだね、吉弘さんに2万円あげて、はい、これで好きなの好きなだけ引いていいよって言った方がリアルが見れて面白いかもね。吉弘さんカード本当に詳しいですからね。そう、詳しいし、なんか何をどう買うのが一番俺にとっていいかとか得かとかっていうのをリアルをちょっと見せたいなっていう感じがしました。俺がこっち役やって吉弘さんに今日はこれで好きなだけ買っていいよって、はい、それちょっと今度やってみます。その方がリアル、絶対リアルでいいよね。ちょっと今回は視察動画ということでね、リアルさは少ないものの、あの僕もチェックできたし皆さんに紹介できたんで、はい、よかったです。ということで、ハレリアトーナメントセンター東京よりお送りしました。ハレリア全店でね、このレアクジャックシリーズ
保険家専門店のハレッツも含めてやってますんで、ぜひぜひね、皆さん楽しんでみてください。セーフかつ楽しくて夢があるですね、お店でございます。はい、しかも選べて実用的ということで、東京では多分最大の6種類今、はい、ご用意してますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録、動画の評価もお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。